ライアン・スコット・デンプスターは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州、シーシェルト出身の元プロ野球選手、ウトウミギウ現在は、MLB のシカゴ・カブスの野球編成部門社長補佐を務めている。ウェイド・デイビスと並んで、カブスの26試合連続セーブ成功の、球団記録を持つ。1995年に MLB ドラフト3巡目で、テキサス・レンジャーズから指名を受け、プロ入り。 1996年8月8日に、リック・ヘリングとのトレードで、ジョン・バーケットと共に、フロリダ・マーリンズへ移籍した。1998年5月23日に、メジャーデビューを果たした。2000年は5月7日のニューヨーク・メッツ戦では6回に、マイク・ピアッツァに二塁打一本のみでメジャーカンプ勝利を達成。オールスターゲームに初選出を果たし、シーズントータルで14勝。 防御率3.66209三振で、チーム投球三冠を達成し、ケビン・ブラウンが1997年に記録した205三振の球団記録を更新した。2002年7月11日にフン、フアニ・エンカーナシオン、ミルトン・エレーロ、ライアン・スネアとの1対3のトレードで、シンシナキレッツへ移籍した。2003年8月に右肘を故障したため、トミー・ジョン手術をし、 11月に放出された。2004年1月21日にシカゴカブスと契約。2005年は開幕前にクローザー起用が決まっていたが、マーク・プライヤーが開幕を故障者リストで迎えたため、先発投手として投げることになった。5月9日からは、不調のラトロイ・ホーキンスに代わり、クローザーとして起用され、先発登板時の防御率は5.35だったのが、クローザーでは、 防御率1.85で35回のセーブ機会で33セーブを記録した。この活躍が認められ、2008年までの3年戦5 5 0万ドルで契約が延長された。2006年は序盤は会長だったものの33回のセーブ機会に対し24セーブしか記録できなかった。株推薦後の4年間で計87セーブを挙げた。2008年からは 先発投手へ再転向した。開幕から7月8日まで、1977年のリック・ラッシェル以来となるホーム球場の10連勝を挙げ、自己最多の17勝を記録。オールスターゲームにも8年ぶりに選出を果たした。オフに3年契約を満了し、FA となったデンプスターに対しては、ニューヨーク・ヤンキースなど、複数の球団が獲得に動くと思われていたが、 11月18日、カブスと4年総額5200万ドルで契約延長した。2012年7月31日に、カイル・ヘンドリックス、クリスチャン・ビア・ヌエバとのトレードで、フルスのレンジャーズへ移籍した。シーズン終了後に FA となった。2012年12月19日に2年2650万ドルの契約で、ボストン・レッドソックスに移籍した。 2013年には初めてワールドシリーズ優勝を経験する。2014年2月16日に2014年シーズンは首の故障や家庭の事情を理由にプレーしないことが発表された。2月22日に制限リスト入りした。10月8日に現役引退を表明した。2014年12月6日に古巣のシカゴカブスの野球編成部門社長補佐に就任した。 2017年2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。普段は温厚で人柄が良く、カブス時代には、名アナウンサーのハリー・ケリーのモノマネを披露するなど、ムードメーカーの一面を持つ。また、チャリティ活動にも熱心で、2006年と2008年には、ロベルト・クレメンテ賞の候補にノミネートされた。その一方で、 人一,一倍正義感が強く、2013年8月18日のニューヨークヤンキース戦でメジャーリーグベースボールのドーピング問題の過中にあったアレックス・ロドリゲスに薬物使用に対する私的な激憤からか、故意に 150km の速球をぶつけ、両チーム入り乱れての乱闘に発展させたことがある。8月20日、MLB から5試合の出場停止と罰金の処分が下された。 ありがとうございます。